もしもーし。よいしょ。あ、そうだ。いけ。いけ。ほら。あ、その勢いで自己紹介するんだ。いけ。よし。よし。私は。誰だ。私は風化派閥の小島水星です。よいしょ。引きずるな、引きずるな。ほら。俺。ちょっと今日誕生日なので。あ、おめでとうございます。聞かなくて本当に申し訳ございません。全然いいんです。いやもうぜひともね今度送らせてくださいヴィトンのバッグを。いらないです。いらないですか。そんなもんそれはいら受け取れないんで。あ、いらないです。一緒にご飯とかに行けたらなって。あ、わかりました。お肉おごりますよ。いやいいよそんな折半しよう。いつものように。えでもお誕生日なのにね。いやいや全然そんないつものように折半しようよ。えちょっとカニ食べに行きたいねんなでも。いや私めちゃくちゃ今カニ欲高くて。えじゃあカニ行こうよ。行きたいの。カニ行こう。じゃあめっちゃ行きたいの。行こう。じゃあちょっと空いてる日教えといてよ。明日。いいよ。カニ道楽マジでうまかったもん。美味しかったね。本当に美味しかった。だからあれからカニ道楽が忘れられなくて。あ、嘘。じゃあ行こっか。行きたい。でもさカニ道楽がさ結構早い時間に終わるから。そうなのよね。じゃあその後どっか行くか。そうなんですよね。じゃあひとまずカニかな。カニだね。食べ行きましょうよ。カニ行こう。明日都内のどこかのカニ道楽にいるから友達が。カニ道楽いっぱいあるからな。この前は地獄のカニ道楽。そうそう地獄のカニ道楽に行きました。何回かちょっと地獄行かせてもらってるんですけど。楽しかったでしょ地獄。楽しかった。なんかすごいみんなおしとやかだった。そうでしょ。うん。あこういう頼み方なんだカニってみたいな。思ったよね。地元すぎて知ってる？うん。さすがに地獄やから。そうか。もう明日みんなもカニ食べなさいよ。食べなさいよ。床町も明日カニ食べるから。そうだよ。みんなお揃いでカニ。じゃあカニはちょっと連絡するわまた配信終わったら。はい。ああお願いします。ありがとうございます。準備しといて。私に返事する準備しといて。ああわかりました。いつでもお願いいたします。お気にね来てくれて。あいえいえいえいいんですか本当にこんな感じで。大丈夫。あじゃあありがとうございました。あお誕生日おめでとうね。あきに。何歳だっけ？5歳。おめでとうぐち。ありがとう。じゃあね。バイバイ。